またいいのぶなだ。今夜行動を開始する。あのスパイが反乱軍のリーダーとの面会をセッティングしてくれたわ。あなたは私をホロー内の指定位置までガイドするだけでいい。軍はそこを包囲するんだろうか。民間人が心配する必要はないわ。防衛軍は秘密裏に精鋭部隊を派遣した。反乱軍に逃げ道なんてない。では始めましょう。それと見直したわ。何を見直したって？今夜は遅刻しなかった。今笑ったかい？そんなに驚くことでもないでしょ。私を喜ばせることはたくさんあるわ。戦績、昇進、裏切り者の血、激辛ラーメン、それと肩を並べて戦い続けられる戦友。これからもよろしく、クリムゾン・ワイズ・ハーミット。ただし嘘や言い逃れで私の信頼を裏切らないこと。あなたをこの手にかけることはしたくないわ。
準備完了。いつでも出撃可能よ。銃が準備完了。何かいざ降臨。私に命令を。銃が2丁スターライトナイト出撃。裏切り者との面会場所はこの先よ。警告、未知の脅威を探知。状況は正常ではないようね。プロ騎士、気をつけて。モグラさん、パエトーンのガイドのもとお約束の場所に着きました。しかしキデーラのリーダーの姿はありません。それに尋常ではない兵士の数、これは一体。すまんな軍人さん、別に何か面白くて笑ったわけじゃないんだ。どうにもこの怒りを言葉にできなくてね。よくも俺を騙してくれたな。貴様は俺がパエトーンに抱く敬意を利用し、この純粋な心を踏みにじった。落ち着いてください、モグラさん。何をおっしゃっているのですか。シラを切るな。貴様らの魂胆は最初から見抜いていた。クリムゾン・アイズ・ハーミットという名に聞き覚えがあるはずだ。いや、全くない。ほう、それはあの卑怯な羊飼いの情報網がとっくに同業者の手に落ちていると知っての言葉か。まあ情報屋同士のいざこざに興味はない。貴様らはこれだけ知っていればいい。ここが貴様らの墓場となることをな。網なくして淵に臨むべからず。地の底に身を潜める生き物に軍人の在り方はわからないでしょうね。何？先手を打ったつもりでしょうけど、行動を起こしているのはあなたたちだけではないわ。防衛軍の精鋭部隊がすでにこちらへ向かっている。直ちに武器を捨てて防衛軍に降伏せよ。さもないと
防衛軍の栄光のため犠牲になってもらう。トリガー、現在地を報告せよ。ノイズが。なかなかためになるお言葉だったが、無駄なあがきだ、軍人さん。いや、ペテン師どもめ。このジャミングのパターンに覚えがあるだろう。何せこれは貴様ら防衛軍の設備だからな。そうだ、あの時貴様が自ら仕掛けた盗聴機能付き発信機だぞ。貴様は装置から発信された情報を記録すべくわざわざ小細工をしていたな。俺があらかじめ内部の構造をいじっていたとはつゆ知らず。今このホロー内で通信が可能なのは特殊な周波数変調方式を用いている我が反乱軍のみ。貴様の大事な戦友たちは今頃頭のないハエのごとく路頭に迷っているだろうな。もっともそう長くは待たせないさ。貴様の血が乾く前にこちらから迎えに行ってやる。裏切り者め、妄想も甚だしい。ここは私に任せて、彼らを足止めして時間を稼ぐ。偽りであることは百も承知だけど、パエトーン、戦友を、私たちを助けて。私が足止めする。あなたは逃げて。私が足止めする。あなたは逃げて。撤退ルートを大至急計算中。逃がすか、あのバンプを捕まえろ。撤退ルートを大至急計算中。敵軍による追跡信号のロストを検知。依頼人が置かれている困難な状況を鑑み、一刻も早く彼女の所属する防衛軍小隊と連絡を取ることを推奨します。心配ご無用です。あなた様の全能なる助手はすでに近くの防衛軍連絡所の位置を特定しました。そこへたどり着けばいかようにも対策を練れるでしょう。この団体射出装置使えるかも。
ットのデータを読み取り中。暗号化されたファイルを逆コンパイル中。11号個人の電話番号を発見。万一のために保存しておきます。ダメみたい。確かに連絡所からは全ての秘匿回線にアクセスできるけど、今は通信ネットが妨害信号だらけで信号を受信できない。提案、防衛軍の通信プロトコルを切り、新しい通信ネットを立ち上げることを推奨。直近2回の依頼を経て、断片的な防衛軍の通信データが履歴に残っています。それを取得し、一時的なコネクションの構築を試みます。あんたの画面にある履歴の削除ボタン、機能してないと思ってたんだ。まあ、おかげで助かったから、今回は見逃してあげる。急ごう、頼んだよ。軍用通信ネットワークバリアスプランバージョンをアップロードしました。緊迫した状況下につき、本来あるべきお褒めの言葉は割愛いただいて問題ありま。あ、成功したみたい。外部からの信号とつながったよ。あなたの姿を視認しました。どちら様から？警戒する必要はありません。私は11号の戦友です。あなたのおかげで通信が回復しました。ご協力に感謝いたします。11号とあなたの協力状況についても把握しております。こちらで攻撃体制を整えておきますので、あなたは11号の支援に戻ってください。11号のところに戻るには来た道を戻るのが一番だけど、反乱軍の追っ手がうじゃうじゃいるよね。私たちだけじゃとても。ご心配なく、微力ながら私が加勢いたします。今から来れるなら僕たちと一緒に来るかい？いいえ、先ほども申し上げた通り、こちらからあなたが視認できています。それだけで。
先ほども申し上げた通り、こちらからあなたが視認できています。それだけで十分です。申し遅れました。コードネーム、トリガー、狙撃手です。援護いたしますので、安心してお進みください。11号をよろしくお願いいたします。無事に戻れるよう、私が援護いたします。11号が戦った痕跡があるね。ますます心配になってきた。急ごう。ここは通さるぞ。そんな、道を塞がれちゃった。2つの制御盤を同時に押さないと。手伝ってくれるかい。もう封鎖を突破されただと。ターゲットロックオン。増援を呼ぶんだ。あいつらを足止めしろ。そうはさせません。私が足止めいたします。彼女を支援してください。私はここにいます。彼女には援護が必要ですから。ビリー、修理してきたら。ビリー、修理してきたら。悪ふざけだわ。けど無駄よ。
プロの軍隊を前に悪ふざけは通じない。くそ、誰が通信を直したんだ。偽物のパエトーン。そう、わからない。ただの裏切り者風情には。絶好のチャンスよ。追撃しましょう。あそこにいる裏切り者は目の前よ。ペテン師どもめ、もう追ってきたのか。なぜこんなにもしつこいんだ。これほどできるやつがパエトン以外にもいるのだとしたら、俺の信念が揺らいでしまうではないか。褒められてしまったな。我が兄弟たちよ、あとは任せたぞ。いいか、真の正義のためにかかれ。そして来たる反攻のために兵力は温存する。主力部隊は今すぐ撤退。ここは我々にお任せを。あいつらを食い止めろ。廃山の兵に逃げ道なんてないわ。武装を捨てれば命は助けるわ。捕虜の扱いについてはあなたたちも熟知しているでしょう。モグラさんの居場所を吐けば然るべき優遇を受けられると約束する。向こうはああ言ってますよ。シオニー、相手はただ者じゃありません。今の火力では勝ち目など。順位などという肩書きはとうに捨てた。我らが大義の下では皆対等に戦友なのだ。軍の悪行を暴くためにはここで歩みを止めてはならん。真の正義は我らにあり。戦友たちよ、進め。ふぅ、本当に進むのですか？進むしかないだろう。銃があればまだ一筋でも活路を見出せる。だが還元につられて銃を捨ててみろ。その瞬間に死へとまっしぐらだぞ。というと？教えてやろう。先頭に立っている11号という女、あいつにはこんな話がある。いつからかは知らないが、あいつは裏切り者に並大抵ではない憎悪を抱いていて、
あいつに捕まった裏切り者が取り調べ室を生きて出てきたことはないと言われているんだ。つまり死刑を食われていたと？そんな話今まで一度も聞いたことがないですよ。あいつの部下はよほどもみ消しがお上手なんだろう。何はともあれあいつの手に落ちることだけはならん。その両手はすでに裏切り者の血によって赤黒く染まっているのだからな。説得は失敗したようだ。これからどうする？いいわ。どうやら力ずくで従わせるしかないみたいね。聞いたことがあるぞ。我々のような裏切り者に決して容赦はしないともな。あいつの言う通りだ。私以外の兵は何も知らない。モグラさんと連絡を取っていたのは終始私一人だ。私のことは好きにすればいい。しかしあいつらには公正な裁判を受けさせてやってはくれないか。何か勘違いしているようね。私は兵士であって刑務官ではないわ。あなたを含めこの場にいる者は全員が軍法会議にかけられる。お前自ら手を下すんじゃないのか。あなたがどんな話を聞いたのかは知らないけれど、自分からモグラさんと連絡を取っていることを認めたわね。奴の居場所を吐けば全員量刑については侵蝕の余地があるでしょう。捕虜たちはなかなか頑固だった。だけど最終的にはモグラの逃げた方向を吐いたわ。ごめん、気が散っていた。あの人が言っていたことが少し気になってね。私が裏切り者に対し私的に制裁を加えていたという話？軍人はただ上の命令に服従するもの。その中には
外部に公開できないような命令もあるわ。実際公に掲示されるのは食堂の夏季限定メニューくらいのものよ。私はただ兵士としての責務を全うするのみ。この忠誠に汚れなく純粋であることは求められていないから。これ以上この話題を掘り下げる必要はある？今優先すべきはモグラを追撃することよ。先導してプロ騎士。これより決戦に臨むわ。戦闘態勢を整えて。させてもらう。最後のは別にいいんじゃないか。黙れ！俺は貴様らを追い詰めるために逃げたのだ。いいな、逃げなどではない。これは陽動作戦だ。さあ、テューポーンチャレンジャーよ。その火力、走行、機動力で目の前の敵を消し去れ。僕たちにかかればざっとこんなものさ。お兄ちゃん気づいてる？11号たちは先に撤退したみたいだよ。捕虜を収容所に連れていくんだって。つまり今ここにいるのは私たちだけってこと。この声、偽
偽物のパエトンの声じゃないぞ。貴様は誰だ。あんたの企みは大体うまくいったけど、致命的なミスが2つあったね。1つ、あんたはあの兵士の実力を甘く見てた。2つ、最初に言ったでしょ、正真正銘私たちは本物のパエトーンだって。やば、フォローがものすごいスピードで収縮してる。仕事は終わったし、崩壊する前に脱出しちゃおう。お兄ちゃん、あなたの忠実なモグラ、いや犬になりますから、どうかお助け。声が聞こえなくなった。終わったみたいだ。先に撤収してしまって悪かったわ。フォローに長くとどまることのできなかった捕虜が数名いたの。隊員たちは？先に帰還するように伝えておいたわ。また機会があればあなたたちを正式に引き合わせるつもりよ、クリムゾンワイズハーミット。プロ騎士としての手腕はもちろん、その迫真の演技や臨機応変さにも深く感銘を受けたわ。それは僕の本当の名前じゃない。僕こそがパエトーンなんだ。よっぽどパエトーンの役が気に入ったのね。でももうお芝居を続ける必要はないわ。大丈夫、あなたならきっといつかパエトーンに匹敵する名声を得られる。では私もそろそろ帰還しないと。戻りがてらラーメンを食べていくのもいいかもしれないわね。この辺りに美味しい激辛ラーメンの店があると聞いたの。もし評判通りの味なら、今後もこの近くで私を見かけることになるかもしれないわね、クリムゾンチリペッパー。ぜひこれからはパエトーンと呼んでほしいな。なるほど、まずはそう思い込むことから始めるのね。分かった気がするわ。さようなら、パエトーン。お互いに、今晩は美味しいラーメンが食べられるといいわね。
先に撤収してしまって悪かったわ。フォローに長くとどまることのできなかった。